さあ皆さんこんにちは、名古屋のジェイモンです。いつもご視聴いただきまして誠にありがとうございます。今回はね、星ヶ丘に行ってみたいと思います。星ヶ丘、これなんで人が並んどるかなと思ったら、JR のハイウェイバスのバス停がありました。名古屋人はね、名古屋人は乗ったことないってことないか、乗る人は乗るか、私全然乗ったことない。本山から乗れるんですね、知らなかったです。でね、今星ヶ丘に向けて走行中。いつもながら一本表通りを走っております。一本表通りじゃない、表通りを、広小路を走っておりますので、車の騒音が大変うるさいと思います。今自分の耳で聞いててもうるさいです、本当に走行音が。まあ走行音が何もないのは車が来たのがわからないから良くないかもしれないけど、ちょっとうるさいですね。結構この令和現代においてもこれだけの騒音を発する、エンジン音は静かになったのにタイヤは静かになってないというこの現実、ほぼタイヤの設置時のノイズですよ、これは。うるさい原因がね。さあ車が来なくなると急に静かになる。電話ボックスももうだんだんなくなっていくね。さあ東山消防団詰め所、こんなとこ左か公園あったかな、かつてなかったね。今着々と星ヶ丘方面、東の方向に向かって走っております。目の前に見えてきた観覧車が見えてきました。東山通り4丁目の交差点が見えてきました。右の斜め前、この宮相変わらず車止まっとらへんかい。あそこだけなんとかしてほしいね。もう広小路も自転車レーン作っちゃえばいいのに、いかんか。でも歩道にあるから、歩道走るようにしてるから、自動車レーン自転車レーンを今更作れんで、ここは歩道を走りなさいよと、自転車で区分されたところを走りなさいよっていう風に表示がしてあるから、自転車専用レーンはできんな。ということは道路の端っこに駐停車することを容認しとるっていうことかね。まあ、駐車は容認してないか、駐車禁止だで。さあバス停は何、これは東山公園のバス停です。一度も乗り降りしたことない。まあいつの日かね、本当敬老パス買えるようになったら購入して、バスの旅ね、折りたたみ自転車を持ってのバスの旅行きたいなって思ってますけど、ただね、バスからのね撮影、バスからの撮影ってなかなか難しいよね。一番前に座ってればいいけど、そうじゃないとね、こうやって解説できるんでしょう、バスの中で。この大きい声でね、私がブツクサ言っとったら皆さん、え、何っていう顔されちゃう。自転車だからこの解説は今できてますけどね。はい、今私の人生と一緒で向かい風思いっきり浴びております。ガスト、昔はスカイラーク、その後スカイラークの後何かになってガストになった、ね、なんかあったよね、違う業態っていうか、ちょっと洒落たあの洋食レストランみたいな、なんかありましたよね、なんとかっていうブランド忘れてまったけど、はい、まあ、ゆるゆると、本当にゆるゆる電動自転車にぶっちぎられ、収納ラボだって、なんか おしゃれだね。エンタメタクシーって何あれ、プリウスアルファのすごい色合い塗ったるな、玉こしのあれか、パチンコの玉こしのラッピングしてある。地味に登り星ヶ丘に向かっております。東山公園、今日はナイトツーをやる日のようで、駐車場めちゃめちゃ混んどるな、満車じゃん、すごいね。ここが一番近いか、入り口に、この駐車場が、他みんな結構遠いもんね。だからこう完全満車じゃない、もうパッと見た感じ。平和公園口のバス停前を通過、めちゃめちゃ混んどる。まあ、東山公園、私歩いてとか自転車行ったことないな、めちゃめちゃ混んでます。さあなんか何これ、この駐車場整理しとるけど、東山動植物園入園予約のない方は入りません。あ、意外とね、駐車場空いとる。でここレトロ、千種図書館、超レトロでしょ、昭和40年代ぐらいからよね、少なくとも。地味に上り坂でございます、星ヶ丘までの道のり。雰囲気いいね、三越ね、あて一つデパートがあるだけでね、こうなんか格上がる感じがしますよね。ここなんか木伐採したけど、またえらい木伸びとるな。なんか1年半ぐらい前か、取材に来た時に何かの理由で伐採しました名古屋市って書いてあったけど、またえらい繁茂してますえらい。でここね、今左側かつての東山工業高校、はい、千種スポーツセンターバス停前通過。今愛知何だったか、今愛知総合工科高校、
総愛知総合工科高校って書いてある。愛知総合工科高等学校です。かっこいいな。えらい金かかっとるな作りが。まあものづくりの件ですからね。食べれるものものづくりはいまいちだな。食べれんものはまあ頑張ってますけど。さあゆったりとしたペースで星ヶ丘がだんだん近づいてまいりました。いやちょっと星ヶ丘もね取材はいいんだけど、いやあそこ登らなあかんかと思ってちょっと今気が重いです。あそこ登らなあかんかって星ヶ丘です。そこ坂だもんね。ちょっと気が重くなっております。一旦ねこのまんまこの通りの左手を、見て回りたいと思います。ドーンと三越、かつてのオリエンタル中村ありますよ。そう思うとねこれ昭和49年だったかな確かできたの、結構年季入っとる。まあでもそんな古びた感じはしないけどね。ここ米であったけどなくなってるスパイスハウス、インディアンレストラン。星ヶ丘からバスな、そうか。インディアンレストラン。コメダはなくなったな。あのコメダでもなくなるな。はい。三越。ちょっと一本裏手に入りました。ここお店あるかな。あんまりないな。ここは。あんまりないですね。あ、コメダでもあるじゃん、これ。よく見たら。コメダ生き残ってますわ。ちゃんと。ありました。失礼しました。なくなっちゃったわ。ここの公園がね、いい感じね。いい感じ。井上町。井上町です。前にはバスの車庫があります。ここでちょっと U ターン。この星の丘、この左手の奥っていうのは、実は平和公園の、南園っていうんですかね。そこ、もうすぐそこです。はい、森がありますね。結構なね。だからこう地下鉄の駅はある森はね自然は豊富でデパートあるってやっぱ星ヶ丘いいよね。羨ましいですわ。ちょうどもバスターミナルのお隣を北東に向けて走行しております。これちょっと方角が難しい。ここは今どっち向いとるかな。はい、バスターミナル横を抜けております。ちょこっとねそこら辺お店ある。懐かしいなこの辺も。二十歳の振り袖、振り袖もねピンキリですからね本当に、ピンキリ。これ何カフェポノ、カフェポノ分からんな。そこがね若干レトロあるかな。あれ若干レトロ風。お、これ古いね建屋。結構年季入ってるね。隣これ餃子、名古屋餃子製作所。すごい名前だな。縦はめっちゃレトロ。